はい、どうも、パチオです。今日はどこに来てかるかっていうとね、山を登る企画ですわ。愛知県全山制覇を目指す。言えてないね。今日はですね、八祖山。愛知県犬山市にありますね。もうすぐ隣が蟹市っていうような位置にあるんですけど、標高326メートルということでね、行ってみたいと思います。ここ駐車場になってて、キャンプ場が近くにあって駐車場があって、こっちが登山道っていう感じですね。頑張れば 2,30 台止めれるらしいんで、おすすめはおすすめです。じゃあ行ってみたいと思います。はい、すごくなだらかな山ですね。登りやすいです。まあ息は切れてくるんですけどね。あとね、ちょっと国のあれなのか知らないけどね、この杭がね打ってあるんですよ。でこれにね、あの数字が打ってあります。今533、多分次行くと534の杭があると思うんだけど、距離が等間隔じゃないのがちょっと気になるな。さっき529から始まって533まで来たんだけど、あれ10メートル間隔ぐらいでありますねみたいなこと言おうと思ったらねえがや。まあ分かんないし、てか山頂がどっち側か分かんないんですよね、なだらかすぎて。まあとりあえず行ってみたいと思います。はい、ですね、3つ分かれました、道が。これはどっち向かえばいいの。ちなみに真正面はね、山の神がいるらしいです。柏原か今井か神のか分からんすけど、これはどっちなんだろう。まあ一応携帯が使えるみたいなことが書いてあったと思うんで、調べてみればいいと思うんですけど、まあ電池も怪しいんでね、あんまり使いたくないんだけど。迷った。地図書いてあるんだけど山頂みたいなことは書いてないからね。あとね、八祖滝っていうやつがあるらしいんでね、僕はこっちの方に行くつもりなんですけど、まあ騙されたと思って行ってみようと思います。まあそれは別動画にしようかね。八祖滝一緒にしようかね、わからんけど。じゃあもう一回切ります。ですね、八祖の滝に向かってね、この歩いてるんですけどね、これ分かりますかね、地面掘り返されてるんですよ。でね、あのこの辺めちゃめちゃ足跡あるんですよ。あのイノシシっすね。あの掘り返したのとこはね、あの牙とか鼻とかで掘ってるんであれなんですけど、どっかに足跡ないかな。さっきもはっきりと足跡あったんだけど、まあ分かりやすいイノシシっすわ。まあちょっと諦めようかな。まあね、そうやって諦めると足跡がドンって出てきたりするんだけど、なかなかないな。今ね、その八祖の滝ってね、その山頂に向かうよりはちょっと大回りして南の方へ向かってるんですけど、まあずっとこんな感じでね、なだらかだし道結構整備されてるし非常に歩きやすいですね。まあ、今このなだらかなとこのさらに尾根をね渡ってるみたいな感じで、もう登ってすらいないですね、むしろ下ってますね今。いいのかこの登山はっていう、あの正直ね、あのハイキングにとてもおすすめですね。あの僕今一人で登ってますけど、あの健康のために歩くにはこういうとこがいいですね。であとね、暑いんで3月11日一応冬という設定ですけど、まあ春なのかな、シャツ1です、その方がいいです。じゃあ一遍切ります。ここがどこかと言いますとね、八祖滝ですね。
来ました登って。でね、僕が思うにね、この下が滝なんですよ。滝のこれ上ですね、ってなわけで、おそらくここから下へ降りなきゃいけないんだと思うんですけど、行ってみたいと思います。じゃあ下に降りたらまた、ですね、滝の下に行こうと思ったら、滝の下こんな感じになってました。その下まではね、ちょっとね、危なくて行けそうにありません。滝がね、ちょこっとだけ見えるんで、上から撮影して、もうそれで、よしということにしてください。ここはかなり危ないです。上から来るもんじゃないです。足元がおぼつかないんで、ちょっとカメラ、おかしなことになってるとは思いますが、ようやく降りれそうな道が、降りれそうな道がとはいえ、これ急だな。枯葉で足を持ってかれそう。あそこの正面の大きい木まで行きます。ああ、滑る、滑ったら死ぬ。そんなことはねえんだけど、岩山じゃねえからなんとなく助かりそうな気もするけど、角度がやばい。よいしょ、やべえ。いや、これなんかさっきまでハイキングだったのに急に登山感がね。実はこの滝にあと少し到着するよっていうところから急激な坂になってて、そう、お客さんいるよ。ここまで断念。見えるかな、見えてるといいけどな。こんな感じなんすよ。もう山行くよ。高さ的には 20〜30m あるよね。アングルが悪いけど、よし、本来の目的地の山へ行くか。ずいぶん下っちゃったよな。 50m 以上登らなかんな。じゃあ行きます。はい、滝からね、こう上流へね、ずーっとこっちの方へ向かって歩いていくわけですけどね、何もありません。標識がね、非常に分かれ道が非常に多くて困るんですけど、そのために標識があってね、まあ良心的は良心的なんですよね。まあこんなとこを通るのはうちらとあのもののけぐらいなもんだろうと思ってたら、なんか滝壺のとこに人いましたからね、だから降りなかったっていうのもあるんですけど、おるんだな物好きが。俺だけじゃなかったわ。よいしょ。まあ今ね、後に続く困難を先延ばしにしている感はあるんですよね。上へ登ってないから、このね、坂道をの先に登っちゃうルートもあるんですけど、さ、小川を伝っていけばそのうち上の方には登らなきゃいけないでしょうということで、小川伝いのルートを選択してます。じゃあ行きます。また次のポイントで。はい、今僕がね、いるのはね、この19番というとこなんですけど、僕は思い出した。僕がね、いたこの亀有駐車場っていうとこからね、このずーっとこっち来て、これで、ここが八層の滝です。で、そこから小川伝いに上がってきて、この19番現在地なんですけど、この1番から、この21番ぐらいまで行けば山頂近かったんじゃないの？そういうふうに思うわけですね。やっぱ滝行ったのは打足だったんじゃないかっていうね。やっぱこういう一つ一つの積み重ねで、こういうパチオという人格はできていくんだっていうね。こういうね、人生にこう無駄とも思えるようなことがあっても、
無駄なことなんて何一つないと思いつつ、やっぱ無駄だよななんても思ったりする、そんな感じっすよね。ようやくね、きつい登りが到着しました。登山って感じがしますよね。まだ中間点ぐらいなのかな。よし、行きます。ショッキングなことがありました。さっき山登ってたでしょ。それがね、今映している向こう側なのよ。で、その山登って降りてきて、その辺から、ここから先がハッソ、この上がハッソ山、こっちの方では黒平山という別名もあるみたいなんですが、むしろ立て看板には黒平山って書いてあって、 Google マップとかにはハッソ山って書いてある感じですね。要するに最初尾根みたいなとこを歩いてたりとか、なだらかな上り下りが連続してたりとか、それを二山越えた後にこの本命の山があると、そういう感じです。頑張ろう。よし、ね、もう山頂近くまで来たんだけど、これ石垣だよね、城跡。実はいやわかんないけど、城跡もあんのかね。ああ、ここみんな石垣だ。左側も石垣です。で、山頂と展望台がある。展望台なんか立ち入り禁止って書いてあったような気がするんだよな、わかんないけど。ああ、こっちからも、こっちからもさっきの滝へ行けるみたいですね。20分で行けんの？いや、相当上りだと思うけど。あとね、そのスタートラインのね、山の神ってね、40分でこっから到着できるらしいんですよ。僕も1時間半以上歩いてますからね。大回りするとそんだけ苦労するっていうことで。山頂行けるのかな？ひょっとしたらなんか城跡だったりするのかな？まあ、調べてみるかな、後から。わざわざ石垣作らんよね、山の整備とはいえ。あ、こんな感じでね、めちゃめちゃ整備されてて、登りやすいは登りやすいんだよ。だからね、僕は余計なことしなきゃね。あ、やっぱここもだ。ここもね、左側、これ石垣なんですよ。展望台、実はもともと城の天守閣だった説ない？結構立派な石使ってるからね、これでかいもん。これが山頂ですかね。まだか、まだ先があるからね。お参りしていく感じなのかな。お酒が告げるように。まあ山としてはね、そんなに辛くない。こうやってね、緩やかな登りでね、ずっと続くみたいな感じで、ね、そんなに足を一生懸命上げないといけないような登りってのはね、要するにこういう登りは少なかった。もうほんと丘を越え行こうよみたいな、そんな感じの、軽々と登れるよね。でね、愛知県の山って130ぐらいだみたいな話をしたんだけど、実はもっとあるっぽい。なんでかっていうと、要するに尾根伝いにある山を山扱いされてないんだよね、実は。これ山頂着きましたじゃないよな、まだ先があるな。このあれだな、お、人がおる。よいしょ。あー、そっち行けるのかな。また石。よいしょ、着いた。
人がおる。着いた。今調子もバンバン出そうだね。じゃあ、じゃあす。いっぱい人。ああ、ようやく山頂だなこれ。あ、あ、お寺なんだ。へえ。バケモンだわ。よっしゃ。そうさん、327m と着きましたと。景色がいいな。こっちは鵜沼方面だな。あ、違うか。多分犬山の方だと思うけどな、あっちは。あ、木曽川があるで。あっちはあれイルカ池だ。だでこっちが犬山で、こっちがカニか。今はまあ飲まないよ。あ、きつい。大変だ。やっぱ若い時に遊んでかなあかんね。うっしょ。おおお、これはあれだな、あの三角点だな。ちょっと自分の影で見えなくなっちゃってると思う。あれは三角なんだ。里に古いって書く。何の文字だ。まあ、おっ、まあちょっとね、あのもうこれから降りますよっていう団体さんがいるんで、これで終わりにしましょうかね。じゃあ終わりにします。以上、バチューでした。バイバイ。